間は行く皆さんご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。結果よりも内容に注目したいプレシーズンマッチ、さあ勝つのは一体どちらなんでしょうか。シエロ対パラグアイ FC、 注目の一戦です。実況担当は安塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあキックオフです。シエロかなり守備的になっています。 5-3-2 というシステムを取ってきました。無難につないでいきます。徐々に詰めていきます。8番ゴールに迫ります。8番ゴールを目の前にして止められました。前半13分、これはカットされます。これが通らなかったのは痛い。モレイラつなぎながら様子を見ます。リズミカルにつないでいきます。タイトなマークです。フェルナンデス後ろに出した。スライディングタックル。手元の時計で35分を回ったところです。パラグアイ FC コーナーキックとなります。なんとかこれを防いだ。ここで前半戦が終了。両者ノーゴール。水沼さん、前半振り返っていかがでしょう。緊迫した試合展開になってますね。騒然としています。広瀬通った。絶好のチャンス。8番これは正確なスルーパス。高いボールがいった。乗っけた。キーパー素晴らしい反応を見せました。手元の時計で20分になろうというところ、珍しくミスです。周りをよく見ていなかったか。絶好のチャンス。巧みなボールさばき。激しい攻防だ。川本ゴールを目の前にして止められました。後半ロスタイム両者無得点。シエロ中盤でボールを抑えておきたい。ディフェンス陣の甘さが目立ちます。いい感じでつながりました。ちょっとマークが甘かったか。無難につないでいきます。フェルナンデス巧みなボールさばき。なんとかピッチをしのぎました。ここで試合終了。ご覧いただいた通り0対0。シエロ残念ながらこのゲームものにできませんでした。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博史でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。
こんばんは。夏のムードに連れられて選手たちにも活気が感じられます。本日はチームの明日を占うプレシーズンマッチの模様をお届けします。シエロ対メキシコ FC、 本当に楽しみな対戦ですね。実況はおなじみの安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。火蓋が切って落とされました。辺りは真っ暗ですが、スタジアムはもう真っ赤に燃え上がっているといった感じ。前半開始直後、シエル無難な立ち上がりを見せて、センタリングのチャンスだ。綺麗に合わせた、決まった。シエル先制ゴール。前半開始直後、シエル先制のゴールを決めました。福永、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。もう一回見てみましょう。いやー、よく合わせました。頭で合わせてきましたね。いい感じのシュートですね。手元の時計で5分を回ったところです。シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。ジメーノ、完璧なタイミングです。シエロ、逆サイドスペースができているぞ。ゼメルマン、センタリングのチャンスだ。あーっと、ここで笛。ペレッタ、ここは見せ場です。メキシコ FC、 ゴール前にボールがいった。決まった、メキシコ同点ゴール。前半5分回ったところで、シエル、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。イグナシオ、いいところに張っていました。もうこれ以上ないというところに上げてきましたからね。上げた選手褒めたいですね。前半11分、同点となっています。注目しましょう。速いパスワークです。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。打った、入ったー、ゴール。前半11分、シエロ、いい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、川本、無難に決めました。いいシュートでしたね。これは自信になると思いますよ。いいプレーですね。前半20分が経過しています。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。川本、上がっていきます。川本、短く後ろへワンツー、軽く合わせた、ゴールイン。前半20分、シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは8番、VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦を制しました。この混戦状態の中でね、よく決めましたよね。まあ技ありのシュートですね。手元の時計で35分が経過しています。シエル、
リードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。8番いけると思ったのですが、ここで前半戦が終了。3対1、シエル2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。この調子だとこの後一波乱ありそうですね。後半開始直後、シエロ徐々に相手、入ったースーパーエクセレントビューティフルゴール。後半開始直後、キーパー悔しがっています。シエロ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦からゴールをゲットしました。この身体能力の凄さは絶品ですね。やはりゴール前では力を発揮しますね。手元の時計で5分が経過しています。シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。イグナシオ、左に短いパス、強引にカットされました。これが通らなかったのは痛い。佐藤、大きくクリア。手元の時計で10分が経過しています。シエロ、さあここからリズ、そのままゴール前まで走り込む。浅野、これはちょっと無謀だったか。後半20分を回ったところです。シエロ、リードを広げることができるのでしょうか。ゴールに迫ります。後半20分を回ったところです。ヒロ、きっちりと決めてゴールイン。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。広瀬、相手ディフェンス陣の一瞬の隙をついてのゴールです。いいパス出しましたよ。やはり豊かなイマジネーションを持たないとこういうプレーは生まれませんね。後半のロスタイム、シエロ全く攻撃の手を緩めません。アグレッシブな試合展開です。右へ、まずは様子を伺うといった雰囲気。スライディング届きません。おお、あっと、まだチャンスは続いている。打った、決まった。シエロファインゴール。後半ロスタイム、本村ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、ゴール前の混戦を制しました。今のはディフェンダーの完全なミスですね。外れて気が緩んだんでしょうね。ここで試合終了。結果は6対1、シエル大量ゴールを奪い勝利しています。シエル、今日の勝因はチームとしてのね、形が出てきましたね。チャンスを確実にものにしましたし。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
ビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。しっかり夏めいてまいりました。本日はチームの明日を占うプレシーズンマッチの模様をお届けします。シエロ対アラブ FC、 注目の一戦です。実況は私、安塚博史。今日のこの試合、解説は元ミスターマリノス、木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。手元の時計で15分になろうというところ。これはカットされます。これが通らなかったのは痛い。福永左へ。そう来るかね。福永、8番アラブ FC、 ディフェンダー慌てて戻ります。シュートチャンス。おー、前半14分、アラブ FC コーナーキックでゲーム再開です。平塚、よく抑えました。前半30分、さあコーナーキックです。決まった。シエロ先制ゴール。手元の時計で30分を回ったところです。シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを着実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。ここはうまく決めてきましたね。まあ、サッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。手元の時計で35分を回ったところです。ファール覚悟か。ここでカウンター。徐々に詰めていきます。黄金なし。川本ゴール前チャンス。蹴った。まだボールは生きている。押し込んだ。ゴール。前半35分が経過しています。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは本村。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計であと5分、ボールはアラブ FC、 シエロ。さあここはどう守る。ハムビ、センタリングのチャンスだ。なんとかピンチをしのぎました。前半45分が終了。2対0、シエロ2点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。後半1分、シエロ勢いがあります。ゴール前に切り込んだ。川本、ゴールを目の前にして止められました。後半10分を回ったところです。シエロ2点のリード。さあ注目しましょう。本村、早いですね。大きくタイプチェンジ。ゴ
迫ります。打った、このシュートは惜しくも外れた。手元の時計で30分になろうというところ、シエロ守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。オープンスペースを伺います。佐藤、ヒールパス、奈良橋、ロングパス、見事な連携です。佐藤徐々に詰めていきます。絶好のチャンス、蹴った、ディフェンダーに弾かれました。後半40分になろうというところ、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。広瀬、8番、肩の力を抜いて楽に行ってほしいですね。8番、大きくサイドチェンジ、シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。シュートチャンス、蹴った、決まった、シエロファインゴール。後半39分、本村、ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。本村、ゴール前うまくパスに合わせて得点です。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。理想的な形ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り3対0、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル、今日の勝因は、いい形ができていてチームがまとまってきましたね。いい感じです。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚ひとしてお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう、さよなら。さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。夏のムードに連れられて選手たちにも活気が感じられます。結果よりも内容に注目したいプレシーズンマッチ、さあ勝つのは一体どちらなんでしょうか。シエロ対ベルギー FC、 本当に楽しみな対戦ですね。実況担当は安塚博、今日のこの試合解説は元ミスターマリノス木村和志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キックオフ、シエロ今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。立花右サイドパスを出します。シュートチャンス、あーっとここで笛、川本、さあ PK です。ここは絶対に外せません。入ったー、ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、慌てず落ち着いて決めました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。前半9分、シエロ守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。川本、慎重に運んでいきます。よろけながらもキープ、ゴールに迫ります。体で止めに行った川本、ゴールを目の前にして止められました。手元の時計で15分を回ったところです。ベルギー FC、 ディフェンスの様子を伺っております。クロスボールを上げるチャンス、インターセプト、強引にカットされました。ここで前半戦が終了、1-0、シエロ1点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この点差ではまだ安心できませんよ。もっともっと積極的にいかないと。手元の時計で5分が経過しています。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。安定したパスを見せます。ベルギー、なんとかピッチをしのぎました。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、ああここからリズムに乗っていきたい。ちょっとマークが甘かったか、様子を見ます。立花、大きくサイドチェンジ、オープンスペースを探します。シエロ、どう攻めるんでしょうか。ボールを下げて様子を見ます。川本、センタリングのチャンス。立花、手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。タイトなマークです。独走を許してしまった。右サイド徐々に上がっていきます。ゴール前綺麗に上げた。あーっとここで笛。シエロチャンス。さあ注目しましょう。20分が経過しています。キーパー悔しがっています。シエロ1点をもぎ取りました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。うん、これは落ち着いてました。
まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。後半24分、シエロ攻め込む隙を伺っています。慎重に運んでいきます。スライディング、ここでカウンター。コエン、ジョーンズ、ジョーンズ、ゴール前チャンスだ。蹴った。あっと、まだチャンスは続いている。これは悔しい。手元の時計で30分になろうというところ。シエロ、守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。左に短いパス、おお、どうやらオフサイドのようです。手元の時計で35分が経過しています。シエロ、少し攻めあぐねている様子。いいですよ。後ろに出した、蹴った。これが決まった。手元の時計で35分を回ったところです。川本、きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、無難に決めました。ナイスシュート。まあこれは教科書に載るようなお手本のゴールですね。後半ロスタイム、シエロ勢いがあります。ベルギー FC、 ボールを奪うことができません。突っ込んできた。ここで笛。レッドカードです。ピッチを後にします。退場した彼の分も頑張ってほしいですね。後半ロスタイム、川本、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。ここで試合終了。結果は4対0。シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。シエロ、今日の勝因は？いい形ができていて、チームがまとまってきましたね。いい感じです。放送席解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。
ここのところ夜が寝苦しくなってまいりました。いつも J リーグを応援していただきありがとうございます。日頃の感謝を込めて本日はファン感謝マッチをお送りします。シエロ対メキシコ FC、 本当に楽しみな対戦ですね。実況はいつものように安塚教師、解説は元日本代表の木村和司さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コースです。シエロ、絶対にゴールを許さないというシステム、システムは 5-3-2 です。キーパー1対1、あとボールこぼれた、決まった、シエロ先制ゴール。前半開始直後、シエロ先制のゴールを決めました。本村、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。本村、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。手元の時計で15分になろうというところ、メキシコ FC コーナーキックでゲーム再開です。メキシコ FC 相手ディフェンスを破れない。前半20分が経過しています。シエロ、さあコーナーキックです。ゴールイン。手元の時計で20分を回ったところです。シエロ、1点をもぎ取りました。川本、きっちりと決めてゴールイン。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、いいところに張っていました。まあサッカーの場合、得点の3割がリスタートから生まれるんですよね。手元の時計で35分を回ったところです。さてどうしますか。スライディング、ここでカウンター。福永、ロングパス、大きいペナルティーエリアまで行くか、ゴールに迫る、フリーだ、決まった、ビューティフルゴール。手元の時計で35分を回ったところです。キーパー悔しがっています。シエロ、1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、これは嬉しいでしょう。まあいい感じじゃないですかね。理想的な形ですね。前半45分が終了。3対0、シエロ3点のリード。前半いかがでしょうか。木村さん、なんか選手たちの緊張感が欠けているような気がしますね。後半開始直後、シエロ、ここから得点に結びつけることができるのか。黄金足、徐々に詰めていきます。マークが甘いか、中を見ます。大きくタイプチェンジ、ディフェンスの様子を伺っております。浅野、右に振ります。ちょっと迂闊だったか、珍しくミスです。コバルト、大きくクリア。後半13分、シエロ、ここはきっちり守って、次のデストラーダ、巧みなボールさばき、なんとかピッチをしのぎました。後半20分を回ったところです。
支援3点のクロスボールを上げるチャンス。決まった、ミラクルゴール。手元の時計で20分が経過しています。川本きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。ゴール前の混戦を制しました。いやー、すごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で30分になろうというところ、シエロ全く容赦ありません。後ろに出した、ワンツー、足で止めた。ここで試合終了。結果は4対0、シエロ大量ゴールを奪い勝利しています。木村さん、本当にいいゲームでしたね。いや、結構楽しみました。いやー、こういう試合ならいつまでも見ていたいですね。放送席、解説は木村和志さん、実況を安岡博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さようなら。
テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。そろそろ夏の本番です。 J リーグクラブチームが東西に分かれて戦います。 J リーグオールスター、面白い試合になってほしいですね。 J イースト対 J ウエスト、本当に楽しみな対戦ですね。実況は私安塚博史、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあキックオフです。手元の時計で10分を回ったところです。あーっとインターセプト、ボールを取られます。右にパスが出ます。じっくりと様子を伺っております。8番、この状況では速攻か、どう出るか。シュートチャンス、打った、決まった、ジーソン先制ゴール。手元の時計で10分が経過しています。ジェイスト先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ジェイスト素晴らしい連携でした。絶妙のコンビネーションでした。さすがのキーパーもこれでは無理ですね。曇りですが雨の予報は出ていません。前半35分を回ったところです。注目しましょう。一人で行くのか、こうだ、ゴールを目の前にして止められました。前半45分が終了、1対0、 JE1 点のリード。前半いかがでしょうか。解説の二方、チームの調子から言ってまだまだ安心できませんね。で再び試合が始まります。手元の時計で5分になろうというところ。さてどうしますか。あっと止められました。いけると思ったのですが、奈良橋左へ、川本ゴールを目の前にして止められました。後半10分、ジェイイスト、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。浅野、厳しいマークだ。浅野ボールを奪われました。後半20分が経過しています。ジェイイスト勢いがあります。ジェイウエストボールを奪うと、奈良橋厚みの絶好のチャンス、蹴った、キーパー飛び込んでボールをキャッチ。後半40分になろうというところ、 J 左サイド上がってます。決まった、ミラクルゴール。後半38分、川本ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ゴール前の混戦を制しました。いやーすごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ご覧いただいた通り2対0、今年のオールスターゲームは J イーストの勝利です。解説の二方、
たまにはこういったゲームもいいものですね。こういうチームの監督をやってみたいもんですね。解説は木村和志さん、水沼貴史さん、実況は安塚博史でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。